いや、おテント様、最近雨降らせすぎ。っていうか、今日は俺にとって大事な木曜日、すなわち秋葉のフライングデーってやつですよ。そんな日に雨を降らすっていうのはどうかなと思うのですよ。と文句を言いつつも、秋葉で予約したエロゲーをゲッツする、そんな俺が大好きなのさ。チャンス、家まで鬼ダッシュ決定。あれ、こんなところに公園なんてあったっけ。おいおい、もしかして地元で迷ったのか。ティータだ。鳩と戯れるあの様子はまさに空の城ラブタのヒロインティータだ。やばい、見てたのバレたか。というか、なんだこの変なドキドキは。目が合っただけなのに。あれ、お兄ちゃん帰ってたんだ。肩で息してるけど、どうかしたの。なんでもない、少しヒットポイントが減っただけだ。回復呪文を唱えればすぐに治る。そう？どこ行くの？お兄ちゃん。自分の部屋に決まってるだろ。つまんないよ。せっかくお休みなのに。へい、知らん。だって、あれれ、その袋は何？何買ってきたの？見せて見せて。妹よ。なんだい？お兄ちゃん。気にするな。兄ちゃん、もう許せ、メイという名の妹。